青年ヘーゲル派は、1831年に、ドイツ観念論の哲学者、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルが亡くなった後、彼の哲学の流れを組んで、哲学を展開したグループの一つ。ヘーゲルの哲学に対し、政治、宗教的に求心的な考え方を持ち合わせていた、ことから、ヘーゲル・サ派という名称も持つ。以下にも記述するように、 ヘーゲル学派にはいくつかの派があったが、その生産的な姿勢から主導的な立場となったグループである。ヘーゲル学派には、他に、ヘーゲルの哲学に忠実に従い、解釈に努めたローヘーゲル派あるいは、ヘーゲル右派と呼ばれた学派と、右派と左派との中間に立っていた、中央派とがある。ヘーゲルの死後、青年ヘーゲル派の哲学者、ダーフィト・シュトラウスの著、イエスの生涯をきっかけに、 宗教論のあり方について、ヘーゲル学派が分裂したことから始まった。本項目では、特別な場合を除いて、ヘーゲル左派という表現は用いず、多言語版に習って、青年ヘーゲル派という名称で示すものとする。なお、ヘーゲル学派の区分は、時代、研究者によって、若干の違いがあり、その点も留意したい。カントとフィヒテの死後、19世紀前半のドイツでは、 次第に、その力強い論理性によって基礎づけられている、ヘーゲルの哲学が、哲学研究において支配的であった。ヘーゲル存命中も、ヘーゲルの哲学に惹かれ、彼の弟子になろうと思った人間も多かった。また、プロイセン政府からも指示を受け、ヘーゲル哲学の流れを組む者が急速に拡大していった。大学の哲学の教団の場は、必ず、 ヘーゲル学徒でなくてはならないほどであった。また、八百二十七年から発刊の帰還し、学的批判年報というの存在は、ヘーゲル学派の交流を促すものであった。ヘーゲルが八百三十一年に救世した後も、哲学は受け継がれていった。そのような中で、ヘーゲル学派の進学者、ダーフィト・シュトラウスが、自身のヘーゲル研究をもとに、八百三十五年に、 イエスの生涯を表したことにより、直接的な分裂が始まった。シュトラウスは、この著作の聖書解釈の中で、福音書の中の歴史の史実性を否定し、すべて神話であったとする見解を示し、また、キリストの到来は、イエスという個人によってではなく、人類全体によって実現されるという見解も示した。この著作は、ヘーゲル学派の内部から、 のみならず、当時の進学会からも批判を受け、シュトラウスも答弁を余儀なくされた。その答弁の中で、福音書の中の全歴史を史実して受け入れるべきで、あるとしたのが、右派、部分的には受け入れられるとしたのが中央派、全く受け入れるべきではないとしたのが左派と、シュトラウスが、ヘーゲル学派の区分を示した。また、 当中派に比べて青年の学者が多かったので青年ヘーゲル派とも呼ばれるようになった。ヘーゲル作派のメンバールーゲやエトガーバウアー、シュティルナーらが書かれている。エンゲルスによる風刺がやがて分裂、対立となり、さらに青年ヘーゲル派は自身らの手により、ヘーゲルの哲学原理を批判的に発展させ、 やがて唯物論的な実践的な立場となり国家批判への道を進み始めた。やがて新しく君臨したヘーゲル哲学に好意を持っていないフリードリ・ヒビルヘルム四世と溝が深まったことも相まって青年ヘーゲル派とプロイセン政府との対立も起こった。百三十八年には青年ヘーゲル派独自の機関紙《ハレ年報》を創刊、さらに政治的主張として ライン新聞を1842年に送還するが、政府によりとも1 8 4 3年に発禁される。また、急進的な考えに好意を持たない、旧勢力は、ヘーゲル左派の学者の大学からの追放を実施し、さらには、老年のシェリングをベルリンへ招き青年ヘーゲル派に対抗した。この頃から、政治的、歴史的には元を分かち、社会主義、立憲君主主義、 無政府主義などに分かれ、統一を失い、事実上消滅。学的批判年法も1846年に政府によって廃刊された。哲学思想からは離れるが、なぜ哲学者が政治的な色合いを強めていったかといえば、それは当時のドイツの知識人階層の風潮が封建制社会を認めるヘーゲル哲学、そしてヘーゲル哲学から出発した史弁的。 唯物論を元にした理論を求めなくなり、さらに実践的で革命的な理論を求めていったからであろう。このことは、ドイツイコール後進国という観念が普及し、何とかしてこれを打破したいと考えていたからに他ならない。それを追求するには、観念ではなく、現実という性質のものでなくてはならなかった。一方、姿勢の人々は、 目まぐるしく変わる社会に対して理想を追求するのをやめ、ビーダーマイヤーという質素で日常的なものに価値を見出すという考えに至った。歴史は1814年に成立したウィーン体制から1848年革命に至り、旧勢力から新勢力へと転換した時期でもあった。このように青年ヘーゲル派の足跡はこの後にマルクス主義の哲学と 実存主義の哲学とに受け継がれていくこととなる。青年ヘーゲル派の哲学者として、ダーフィト・シトラウス、フォイエル・バハ、ブルーノ・バウアー、マックス・シティルナーなどがいるが、さらにこの青年、ヘーゲル学派の影響下にあった人物として、カール・マルクスやキルケ・ゴール、アナキストの爆人、詩人のハイネが挙げられるだろう。ヘーゲル・サハの詳しいメンバーは、 ヘーゲル主義者の一覧青年ヘーゲル派の子を参照されたい。など多数。ありがとうございます。